1977年の人志僧駅と周囲約500メートル範囲、右上が阿波走方面、人志僧地区の中心に位置する。右下は憎良川、左上はサロマ別川。島上の短式ホームがはっきりと見えるが、すでに無人駅になっており、駅裏側の本線へ防線化されている。配線はバロ駅と同様で、本線が直線の 片開け分岐を持ち、駅舎側は貨物用の副本線として使用されていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成人層駅は、北海道ところ群サロマ町アザ人層に、かつて設置されていた、日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号は2区。有毛線の配線に伴い、 1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。点鉄器を持たない防線駅となっていた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は校内の北側に位置し、ホームを結ぶ通路で連絡した。駅舎とホームの間には、 花団が作られていた。駅自体は完全無人であるが、駅近隣の個人が乗車券を販売する簡易宅駅となっていた。受託者は1983年時点で70歳に、近い農家の老婦人で駅舎の清掃も行っており、当時の国鉄から有望沿線で一番綺麗な駅と太鼓板を押されていたという。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語の ニクリアンペに由来する。駅舎及び駅構内の施設は1988年9月頃にはすでに撤去されており、2011年時点ではさら地となり何も残っていない。また、駅跡周辺は2011年時点では廃屋ばかりの荒れ地になっていた。線路跡は築堤が一部残存しており、浜サロマ駅より、 ニックラ川の先の六号の沢川にコンクリート作りの六号の沢川橋梁が亀裂が入った危険な状態ながら残存していた。ありがとうございます。